がかりですが、ここでサイドを変えていく。ここにただ前に送って西矢、ヘニキが上がっています。はい、今度は逆サイド、浜下のシュート、決まった。後半開始早々浜下のゴール決まりました。栃木2点目。見事なカウンターでしたね。今シーズン2ゴール目の浜下、このシーンです。ここでね、縦にね、はい、西矢ですね、はい、左サイドにはヘニキがいました。浜下思い切りこの右足振り抜いていきました。このやっぱり推進力とこのやっぱ思い切りのシュートですね、はい、止めたくなるんだけどやっぱりダイレクトで蹴りましたね。チーム唯一の大卒ルーキー、今シーズン2ゴール目。いや、岸さん、はい、浜下選手、今シーズンここまでの自己評価について話していまして、最初は試合に出ることを目標に、はい、で今は結果を出すことを自分自身に求めていると、でまだ1ゴールなので50点くらいと話していたんですが、はい、あと3試合でまだまだ成長できると思っていると話していまして、まさにゴール決めましたよね。